岩政大輝です。今月の月刊 JFATV は反町康春技術委員長を迎えして、今年コロナ禍で活動してきたサムライブルーの成果や課題、さらには指導者歴が長い監督として今年の J リーグをどう見たかなど、今年の日本サッカーを振り返るとともに、来年の東京オリンピック、ワールドカップ予選などのお話を聞きます。今年は、コロナがありまして、技術委員長としてもいろいろな判断がこうしなければいけない場面もいろいろあったと思うんですけども、まずはその1年振り返ってみて、今どのような1年だったというふうに思ってらっしゃいますか？そうですね、本当に、本当どうしていいかわからないっていうのもたくさんあったと思います。はい、でそういう時にはやはり経験豊富な事務方の人ですとか、トレセンコーチの方々であるとか、あとは地方、地域の、県の、そういう方々のやはり意見というのが、みんなしっかりしてましたので、現場の声をたくさん聞くことができたっていう意味では、非常に勉強になったところもありますし、それをもってしっかりとこう、判断、ジャッジしていかなきゃいけない。でこれは、簡単なようで難しいですし、それも非常にこう勉強になったというか、これからやっていく上でプラスになったことは間違いないですね。特にその A 代表のところですけども、遠征をヨーロッパでやるということで、ヨーロッパ組でっていうところで、最後の局面においても、ヨーロッパで非常にこう感染が広がっている時期だったりして、いろんな難しさがあったと思いますけども、最終的には行うことができて、かなり大きな成果だったと思うんですけど、どのように感じていらっしゃいますか？振り返ってみて、対戦相手とか、同時期で、遠征に行った、アジアの国なんかも陽性者が出たりということで、本当に我々がそういうことにならないでよかったっていうのを今も振り返っても思ってます。でこれはやっぱり日本人がやっぱり生真面目なところもありますし、基本的にその生活自体が非常にこう清潔に生活してるというバックグラウンドもあったからできた部分もあるかもしれませんけども、やはりみんな協力的であったのと同時に、やはり最終的にはサッカー協会全体がバックアップしてもらったと。で選手もそれに応えて、本当に強化するんだ、日本を強くするんだっていう意気込みをね、感じることができましたので、非常に来年その二次予選からフル代表スタートしますけども、それにはいい素材作りっていうのは今年中にできたのは良かったと思います。以前オリンピック代表もやられてましたけど、あと A 代表のコーチもされてましたけども、少し J リーグに戻られてからまた代表チームには関わる形になりましたけども、少しこう時間が空いたことで、なんか選手たちの空気感が変わったような感じのことありますか？今もう情報社会なので、海外の選手も日本で何が起きてるかっていうのも十分分かってますし、逆にお互いの隣の国の情報もたくさん入っているので、非常にこう集合してこうサッカーの話題になっても、みんなすんなりとこう行くようなところがある。だからそういう意味では昔なんかに比べるとすごくこう何ていうのかな、視点がこう広くなってるっていうのはあると思いますね。でそういう意味では人間的その視野もみんな何ていうのかな、お互いのこうパーソナリティもよく分かってる中でやってるので、なんか本当に普通のなんか毎日こうトレーニングしてるようなチームだなっていう印象を受けましたね。あとそのサッカーっていう面でいくと、最初の2試合でこうしっかりと久しぶりの合宿遠征になって、でそこでこう選手たちがだいぶ思い出すような作業、ここまでなんか比較的こうスムーズにいったように感じたんですけども、その残りの2試合、最後の後半の2試合で少し結果も出なかったところもありましたけども、この辺のこう流れは来年に向けてこうどのように代表チーム作っていきたいなというふうにちょっと思ってらっしゃいますかね？森保監督のリクエストで、できれば強い相手と、ということで、両方ともヨーロッパに行きながらヨーロッパのチームと試合できなかったという、不思議な経験をしましたけども、カメルーンもコートジボワールも自分たちに足りない部分、または自分たちの課題っていうのをが非常にこうよく分かった部分が、多かったですね。で今度は北中米のパナマとメキシコでしたけども、この相手も
ぱりそのヨーロッパとは違うチームだなっていう風な印象を持った中で、まあ、監督さんあのヨーロッパの人と、まあ、メキシコはアルゼンチンの人がやったんですけども、うん、まあ、自分たちの良さを全面的に出そうという形で当然やってるんですけども、うん、まあ、メキシコ戦の前半は、まあ、そういう形がたくさん出たかなと思います、うん、でも本当に強いチームは、まあ、終わったと、まあ、森保監督も、まあ、少し立ち話で話しましたけども、やはりそこでしっかりと先制できる、そして、後半も自分たちで主導権を握る、まあ、そういう戦いがやっぱり本当に強いチームであって、まだそこの域に達してないっていう意味では反省点多かったですね。うん、まあ、あの選手たちも今ヨーロッパ組がかなり増えて、もうヨーロッパ組であれだけチームを作れるっていうのは僕らの時代では考えられなかったわけですけども、まあ、選手たちのもう視点もかなりもうスタンダードがかなり変わってきて、もう向こうでやるのが当たり前になってきてる時代になりましたけども、まあ、今ここからこう日本のサッカーをこう少し俯瞰的に考えると、今あの技術委員長という立場からこうどのようにこうこれからの、まあ、10年20年というスパンであの課題というのはどのように捉えてらっしゃるんでしょうか。まあ、10年20年という考え方にのっとると、やっぱり、まあ、このコロナの影響もあって子どもたちがサッカーをこうやめてしまった子どもたちも多いんですよね、はい、でそこからやっぱりスタートさせていかなきゃいけないと、でなかなかその高校生からサッカー始めましたっていうので日本の頂点に立つことは正直難しいと思います、うん、やはり子どもの頃からサッカーに触れて、やはりゴールデンエイジでしっかりと技術を身につけて、で、それからどん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 成長する、でそのためには優秀な指導者、またはしっかりと面倒を見てくれる 親子さん、うん、で、または学校の体制、そういうものが全部まとまってやはり日本のサッカーは強くなると思ってるんですよ。でそう考えると代表だけ強くしようと思ってもやっぱりうまくいかないですし、そこには指導者の養成もしっかりやっていかなきゃいけない、まあ、山さんみたいに S 級を、ね、取りて、それでやはり、これから出てくる選手をしっかりと教えることができれば、やはり日本のサッカーの全体像上がってくると思うんですよ、はい、だから、一つの方向でうまくやろうと思ってもうまくいかない、そこの一人の選手が育つためにはたくさんのところからいろんな意見なり、または指導者の意見なり、そういうものが反映されて、よく育っていくと、うん、ですので、日本のサッカーをこうの将来を考えた場合に今日本が何が必要なのか、でそのためにはいろんな経験、例えばこの前の代表の経験であるとか、または小さい大会でも大きい大会でもその大会を通じて今こういうのが必要なんだな、海外とチームとやるとこういうのが必要なんだな、海外のサッカーを見て、海外同士のサッカーの試合を見て、あ、今はもうこういうことやってるんだな、じゃあこれを真似するんではなくて自分たちの落とし子で考えようと、でそういうことを少しずつでもやっていかないと、気づいた時には振り返ったら誰もついてきてない、うん、で先を見たら、まあ、強いチームはもうずっと遠いところにいる、でそういうことがならないように、後ろも見つつしっかり前も見ながらやっていく、簡単のようで難しいんですけども、それをやっぱり引っ張っていかなきゃいけないという形では思ってます。うん、なるほど。で僕はちょっと来年思ってるんですけども、日本のこう J リーグのチームより外国人監督のところと少し話をしたいなと、うん、そうするとやっぱり、まあ、日本のサッカーをどう見てるか、日本のサッカーの選手をどう見てるか、またはシーズンをどう見てるか、もういろんな考え、レフリーのことをどう思ってるかとか、うん、いろんな思いがあると思うんですよ、はい、でそれをやっぱりもうちょっとこう吸い上げて、それを何とかうまく日本のプラスになるように生かしていきたいなっていうふうには今、考えているところです。うん、その日本人のこう良さみたいなところも、まあ、昔からいろんな、まあ、アジリティだとか、まあ、戦術的な、まあ、規律とか、まあ、いろんなこと言われているわけですけども、その中で今少しこう、まあ、技術委員長の立場になられてから、この辺を少し考え方変えていきたいなとか、あるいは加えていきたいなとか、あるいはこういうところはもう少し見つめ直した方がいいんじゃないかとか、そういうふうに考えていらっしゃるところってありますか。まあ、2003年から2006年までもうかなり20年ぐらい前ですね、はい、20年弱前にストライカーキャンプっていうのをやったんですね、うん、で、それを今年やりました。ストライカーキャンプとは、今後日本が世界大会でより上位を目指す上で必要とされる未来のストライカーの発掘と育成を目的としたプログラム。今年の12月に行われ、全国から可能性を秘めた U14 年代のフォワードの選手が集結。
シュート映像をもとに各選手の特徴に合わせたフィードバックを行うなど、新たな取り組みも行われた。海外の、テクニカルスタディグループ TSG っていうんですけども、彼らが見てきて、やはり最後のところだねっていう話には行き着くところがやっぱり多かったわけですよ。でこれは、どの国でも言えるって言えることなんですけども、でそこのところをもう一回やっていこうと。でこのストライカーキャンプをやったからすごいストライカーが出てくるというふうには簡単には思えない。ただそれを指をくわえて待ってるんではなくて、自分たちから仕掛けてそういうことをやっていこうと。でそのうちにパイを広げていけばそういうことも生まれてくる。実際大迫は2005年か6年、柿谷もそうですけども、そのストライカーキャンプに中学生の時出てるんですよ。ですからやっぱりそういう選手をたくさん出すためには、自分たちからそう仕掛けていく、そういうこともどんどんやっていかなければいけない時代だと思いますし、じゃあこれ他の国でやってないかなと思うと、実はイタリアではやってるらしいんですよ。でこれも例えばこのコロナがなければすぐにで僕は見に行こうと思ってたんですけども、講師がディナターレらしいんですよ。だからやってるところはやってるんですよ。それをちょっとここで今初めて言いましたけども、我々も それに追いつき追い越せ、または足りないところでも、キーパープロジェクトなんかもフランスワールドカップ終わってからやってますから、でそれで今若いゴールキーパーが出てきてると。そうですね、10年後20年後、でそういうところには少なからずいい影響を及ぼしているというふうに思って、どんどんそのトライアルしていきたいなと思います。でそのストライカーキャンプにセンターバックキャンプを合わせてやるってどうですか？自分がやりたいでしょ。いやでも、それも必要だと思います。でストライカーキャンプやってる時のメンバーでその2年後ぐらいにセンターバックやってるやつもいるから、あ中学の 1,2 年ぐらいだと、よくあるじゃないですか。だからそれがいいか悪いか置いといて、センターバックやることによってストライカーのこう気持ちも分かるし、ストライカーやることによってそのセンターバックの気持ちも分かると思うので、ストライカーキャンプの時には大体キーパーとプロジェクトと一緒にやってたりしたんですが、今回は違ったんですけども、これからはセンターバックも入れてっていう形でやるのも、一つの方法かなと思いますし、その2つを分けといてやっといて最後にそして少しゴール前のこの攻防でやる、これはいいアイデアだと思いますね。1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート12月編。まずは女子サッカーの話題から。11月下旬、なでしこジャパン候補が福島県 J ビレッジでトレーニングキャンプを実施。最終日にはいわき FC U18 とのトレーニングマッチを行った。前半に2点を先行される苦しい展開となったが、後半に入ると今回の合宿が代表初招集となった濱田遥選手のゴールなど3点を奪い、見事な逆転勝利。年内最後の活動をいい形で締めくくった。皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会、4連覇を狙う日テレ東京ヴェルディベレーザは準々決勝で野島ステラ神奈川相模原と対戦。試合は終始ベレーザのペースで進み、フォワード小林理香子選手のハットトリックの活躍もあり、5点を奪って快勝。準決勝へ駒を進めた。今シーズンのなでしこリーグ王者浦和レッズレディースはジェフユナイテッド石原、千葉レディースと対戦。2対2の同点で迎えた後半37分、浦和にフリーキックのチャンス。フリーキックからの折り返しを南萌香選手が押し込み勝ち越しに成功。結局試合はそのまま終了。浦和が3対2で勝利を収めた。その他の結果はご覧のようになっています。第29回
全日本高等学校女子サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が11月27日にライブ配信された。元なでしこジャパンの大野忍さんと甲斐堀歩美さんがドロワーとして出席。前回大会王者、はい、静岡の藤枝順心高校は、はい、初戦で北海道大谷室蘭高校との対戦が決まった。高校女子サッカーの日本一を決めるこの大会は1月3日に開幕し、10日に決勝戦が行われる。フットサル日本代表候補が高円宮記念 JFA 夢フィールドで年内最後となる活動を行った。来年開催される FIFA フットサルワールドカップ、そしてその予選となる AFC フットサル選手権に向けて2021年も継続して活動を行っていく。ビーチサッカー日本代表候補は東京都立川市でトレーニングキャンプを実施。この合宿で年内の活動は全て終了。2021年に控える FIFA ビーチサッカーワールドカップ、そしてその予選となる AFC ビーチサッカー選手権に向け、モレイラオズ監督兼選手がテーマとしたコミュニケーションを重視したトレーニングを行った。天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会5回戦、ホンダ FC 対筑波大学の一戦。試合が動いたのは前半22分、筑波大学が前線からのプレスでボールを奪うと、最後は世羅選手、筑波大学が先制に成功する。対するホンダ FC はエンドの変わった後半19分、石田選手がフリーキックを直接ゴールへ叩き込み同点に追いつくと、後半アディショナルタイム1分、左サイドからのクロスを佐々木選手が粘って右足でゴールにねじ込む。このゴールで土壇場で逆転に成功したホンダ FC が準々決勝に進出した。もう一試合は発足して4年目で5回戦まで進んできた福山シティ FC と福井ユナイテッド FC の対戦。試合は福山シティ優勢で進む。まずは前半13分に PK を獲得。これを田口選手が確実に決め先制に成功すると、34分にはコーナーキックから田中選手が頭で合わせ追加点。さらに後半にも田口選手が1点を追加した福山シティが3対0で勝利。発足4年目のチームが快進撃を見せ準々決勝に進出した。 JFA 第19回全日本 O50 サッカー大会決勝、ラッツォ・スコガ FC 対羅針盤クラブ名古屋。試合が動いたのは17分、赤のユニフォームラッツォスが相手陣内でボールをカットすると、右サイドからのクロス、混戦からゴールに押し込み先制に成功する。さらにラッツォスはエンドの変わった後半、相手のパスをカットすると、無人のゴールに流し込みリードを広げる。後のない羅針盤クラブは後半アディショナルタイムに、左サイドからのクロスを頭で合わせるが、これはラッツォスディフェンダーがブロック。反撃をしのぎ切ったラッツォスが5年ぶり2度目の日本一に輝いた。第53回全国高等専門学校サッカー選手権大会は12月21日静岡県の時の住処スポーツセンターで決勝が行われた。試合は赤のユニフォーム鹿児島が近畿大学を4対0で下し、4年連続28回目の全国優勝となった。今年の J リーグも少し振り返りたいんですけども、まあ、反町監督が、まあ、長年 J リーグで
いらっしゃって、少し久しぶりにこう少し離れてから見るような形になったと思うんですけども、あの今年の J リーグっていうのはどのように、まあ、すごく難しい、あの各チーム難しい中での J リーグではなったわけですけども、まあ、無事に、まあ、シーズンがこの前終えられて、まあ、1シーズンが終わったわけですけども、どのようにこう外から見て、あの感じでいらっしゃいますか。まあ、あのつい先日セレッソ大阪の監督がコメントしたのを見て、あ、なるほどなと思ったんですけども、 J リーグは10チームぐらいが優勝する可能性があると。ただスペインはもう間違いなくレアル・マドリかバルサか、まあ、それかもしかしたらチャンスがあるとしたら例えばアトレチコ・マドリであるとか、まあ、バレンシアであるとか、まあ、そういう感じに限られますよね。でそう思うと日本のリーグっていうのは非常にこう競争力がこうかなりこう拮抗してるんじゃないかな。まあ、ただ川崎フロンターレ今年は他が良くなかったのかどうか置いといて、まあ、ダントツでしたよね。で得失点差で50ぐらい離れたんでしたか最終的には。でこれちょっとないですよね。だから、まあ、それはいいかどうか置いといて、まあ、この特殊な形のイレギュラーなシーズンになったからの産物なのかどうなのかは分かりませんが、まあ、ちょっと驚いた部分はあると思います。あと、あの来年に向けてなんですけども、まあ、あのすぐに新年明けるとですね、ワールドカップ予選も2次予選もありますし、オリンピックなんかもどんどん進んでいきますけども、来年に向けてはこうまずあの、まあ、どのようにこう年にしていきたいというふうに今考えていらっしゃいますか。まあ、来年、まあ、オリンピックはアンダー24という、まあ、あまり聞き慣れないカテゴリーになりますし、はい、フル代表もサムライブルーも3月から活動が始まります。で、インターナショナルマッチデーっていうのは3月、6月とあるわけですけども、もうあのこの時期はその、まあ、今までずっと言ってるようにワンチームの2カテゴリーだと。一つは当然、サムライブルーフル代表ですね。でもう一つはオリンピックと。でこれはもう一つのグループで、その中にサムライブルー戦うのと当然、オリンピックを備えて戦うチームがあると。でこれは当然リンクしなきゃいけない。これが別個であると、さあオリンピック終わった時に最終予選だった時にここのところを埋めるのにすごい時間かかってしまう。でももう9月から最終予選が始まってしまうので、これはもう一緒にやってで9月にもう全部の力を出せるような形にしていかなきゃいけない。でそのためにも今指導者も、まあ同じような目線で見れる森保監督と、まあ、横内監督っていう形にして、3月と6月は活動しますけども、そこのところのうまい目線合わせができれば、当然オリンピックでも、まあ、オーバーエイジもいることですから、オリンピックも東京でやる非常にこう注目なびる大会ですから、そこでも金メダル取りたいですし、でそれにその後に来るワールドカップの最終予選、当然2次予選勝ち抜かなきゃいけないんですけども、そこにやっぱり、目線が全員が、我々スタッフも選手も行くような形に持っていく、まあ、そのためには来年はいい年にしなきゃいけないと思いますね。なるほど。あと最後に、まあ、技術委長として、まあ、経ってきましたけども、まあ、その中でいろんなこうおそらく全体日本サッカー全体とか、まあ、A 代表も含めて、まあ、内部もいろいろ見ながらこういろいろ考えていらっしゃること、これからの構想もあると思いますけども、その、まあ、来年に取り組みたいこともそうですし、これからこうどのようにしていきたいということがもしありましたら教えてください。まあそんなに大きなことを言うつもりはございません。で今までしっかりと日本サッカー協会が考えていることをどんどん実現していくと。で細かいところではやはり、まあ、一つはもう代表の強化、まあ、それとポストユースですね、要するに高校卒業してからの選手のどういうような形で強化していくか、まあ、それとユースのところ、まあ、高校生年代ですね、中高の年代、まあ、この年代をどういうようなゲーム環境を持ってやっていくか、まあ、それと先ほども少し触れましたけども指導者養成のところをしっかりやる。でやはりグラスルーツ全体のサッカーのファミリーを増やしていく必要がある。それは子どもたちもそうですし、または障害者もそうですし、そういう方々をみんなでこう一つのファミリーとして考えていく。
まあ、それをやっぱり、少しずつですけどもいい方向に持っていけるように、全体像ほとんどできているわけですから、細かいところでやっていきたいというふうには思っています。まさにあれですね、反町さんがあの現場でやられてたディテールの部分をこだわるあのチーム作りがそこで生かされるわけですね。まあどうでしょうね、なかなかその目に見えてこれるところもないんですけども、まあ、着実にという言い方がいいのかどうか分かんないんですけども、はい、まあ、女子の WE リーグも来年始まりますし、はい、まあ、そうした意味では女子も男子も両方ともやはり、いいものを目指してやっていくことが必要だと思いますね。はい、すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。